皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験定期テストにも役立つ中学理科基本ミニテスト、今回は光合成の1回目です。文を読むと、図は光合成についてまとめた模式図です。これです。この図を参考に光合成を説明する文の下線の部分に言葉を入れましょう。この図説明すると、まず植物の茎から葉っぱの方に向かって何か入ってきました。これがアですね。そしてイはこの唇みたいな部分、これ気孔なんですよ。気孔から入ってきたもの、もちろん気体ですよね。このアとイを使ってウとエ、これができる。これが光合成の働きだと。エの部分はまた気孔を通って外に出ていっています。これを参考にして下線部に入る言葉、これを考えていきましょう。文章、光合成は光のエネルギーを利用して根から吸い上げたアと、気孔から取り入れたイ、これからウなどの養分と気体のエを作る働きですと、こうなっています。では皆さん、一度動画を止めてこの下線の部分に入ることは考えてみてください。答えが分かったらまた動画を動かして答えを確認してください。答えを確認しましょう。光合成は光のエネルギーを利用して根から吸い上げた水と気孔から取り入れた二酸化炭素、これからでんぷんなどの養分と気体の酸素を作る働きのことです。つまりアの部分は水、イは二酸化炭素、そしてウがでんぷん、エ、これが酸素で、また外に出ていくということですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。